秋篠宮ご夫妻が12月3から8日の日程で、トルコを公式訪問されることが、1日の閣議で了解された。日本との外交関係樹立100周年にあたり、トルコ政府から招待があった。ご夫妻の同国訪問は初めて、宮内庁によると、ご夫妻は3日に政府専用機で東京、羽田を出発。首都アンらに入り、4日に在留邦人らと懇談される。 エルドアン大統領を表敬訪問される方向でも調整が進んでいる。5日には同国の最大都市イスタンブールに移動し、記念式典に臨まれる。滞在中は現地のモスクや遺跡なども視察される。